力を翼に乗せて。 JAL グループはお客様に世界トップレベルの衛生的で清潔な環境を提供するため、 JAL フライセーフの取り組みを実施しています。今般、日本のきれいを牽引してきた花王グループとともに、きれいの力を翼に乗せてをスローガンに、さらなる衛生・清潔性の向上に取り組みました。もっと衛生に関する新しい知識を身につけ、全員が新しい方法で行うことで、お客様により安心してご利用いただける、また自信を持って清潔ですと言える環境を整えたいと考えていました。JAL グループの皆様は、これまでもお客様が使用される機器や設備について特に徹底して管理されておりました。今回改めて清掃マニュアルや清掃動画を共同で作成し、誰もが同じレベルでできるようオペレーション標準化の仕組み作りをお手伝いさせていただきました。日々の業務オペレーションや清掃方法などを確認した上で、これまでの知見に基づき清掃の手順やタイミングをお伝えしました。空港ではお客様のタッチポイントだけでなく、スタッフ用の備品についても清掃の必要性を教えていただき、清掃箇所を見直しました。また汚れを数値で測る ATP 拭き取り検査を実施し、カウンターやビーカーなどお客様が増える様々な場所の衛生状態を数値化し、時間の経過に伴う数値の変化も検証しました。数値化することで汚れを見落としやすい箇所の見える化ができたり、どれくらい時間が経つと汚れがたまるか分かりました。こういったことを全国の空港で同じ質で行うため、マニュアルを改良し、社員一人一人が衛生に関する感度をさらに高め、全員で取り組んています。機内の化粧室は一定時間ごとに清掃や除菌を行っています。ドアノブやゴミ箱の蓋など人の手がたくさん触れるところは特に重点的に清掃除菌を行い、ホコリのたまりやすい換気口も特に心がけて清掃を行っています。機内では ATP の拭き取り検査やライトを用いた調査の結果をもとに清掃箇所の追加を行いました。感染防止用に着用している防護用具の正しい着脱手順や排気方法についても教えていただきました。きれいの力を翼に乗せて、私たち花王が大切にしているきれいという言葉、この言葉を使いながら感染症に打ち勝って明るい未来に JAL の飛行機が飛び立っていく、そんなイメージを描きながらコピーを作りました。このコピーに触れた皆様と共に力を合わせて、衛生的で暮らしやすい社会を作っていければと願っております。清潔な環境でお客様をお迎えすることはコロナ前も基本品質として徹底していましたが、コロナ禍になってからはそれがお客様の安全安心に直結する大事なこととしてより強く意識するようになりました。これからも花王様とも連携し、さらなる衛生清潔性の向上に取り組みます。きれいな力を翼に乗せて。